陣区、旧中国地方、その他、その後、境港へ。早速、水木しげる博物館へ、700円。猫娘がお出迎え。妖怪ぐるぐるガイド入館。鬼太郎と目玉親父。作者の水木しげる。妖怪アパート。一旦もめん。ご当地マンホール。その後、水木しげるロードへ、さまざまな妖怪の石碑が。妖怪神社。街灯、怖い。駅前広場にて。戻ってきました。Thank you.
その6へ続く。